セレッソ大阪山村が186センチです。そしてヨニッチも187センチ。手前だ、こぼれている。フリーだ。先制ゴール、セレッソ大阪です。ヨニッチのヘディングシュート。アウェーのセレッソ大阪、アウェーゴールの先制ゴール。ちょっと触られ、先に触られましたからね。でもマークがもう完全にずれちゃいましたけども。フリーでヨニッチが飛び込んできました。まさに清水さんがおっしゃった浦和レッズこのセットプレー気をつけなければいけない場面でした。はい、完全さあれも完全にもう振り切られちゃってますからね。あの最初の段階でも外れてしまいましたから、ね、ここで外れてますからね。そして山村をワンクッション挟んでの